こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。マイワシっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マイワシっていうことでね、撮影日が6月の後半なんですけども、この梅雨時期から夏場にかけて、美味しいお魚、教えちゃいます。マイワシですよね。特にこの梅雨時はね、入梅イワシとも言いまして、ものすごく脂が乗っててうまいんですよ。でもね、こういう光り物っていうのは、季節も大事なんですけど、割と取れる海域とかで、脂の乗りとか味が変わってくるんですよね。で、いいとこの海域で取れるやつは、もう年中脂あります。なんですけど、この梅雨場から夏にかけては、比較的どこの産地のマイワシを買っても、外れが少ないと思います。で、イワシはね、焼いてよし、煮てよし、刺身でよし、何してもうまいんですよね。少し光り物なので癖はあるので好き嫌いは分かれますけど、もうお魚好きの人にとってはたまりません。安くてうまい魚の代表格ですよね。今日はこちらの旬なイワシ買ってきました。これがね、北海道産ですね。北海道のイワシはね、めちゃくちゃ大きくて、で、脂の乗りがいいっていうイメージがありますね。なんで今日はこちらのマイワシを使って、マイワシのイワシ丼作っていきたいと思います。まあ、お寿司とかでもいいんですけど、ちょっと今日はね、丼で書き込みたいなと思って。よし、そうしましたらまずこちらのマイワシ、お刺身状にしていきます。で、イワシって漢字で書くと、魚辺に弱いって書きますよね。そのぐらい、身が弱いんですよ。なんで、さばいてお刺身状にするの、ちょっとコツがいるんですよね。なので、そちらのコツの方も、今日はゆっくりレクチャーしながら、さばいていけたらなと思います。よし、やっていきます。うわ、にしても大きいイワシだな。で、イワシの鮮度がいいものなんですけど、こう見たときに、ここが透き通っているもの。で、このお腹の白いところ、ここがね、血が滲んでなくて、すごく透き通って綺麗にギラギラしているもの。で、こういう風にちょっと鱗がついているものやなんか最高ですね。鮮度が落ちてくると、鱗を全部剥がれてきますんでね。まあ、あと最低条件なのは、お腹。お腹が割れてないことですね。鮮度が落ちてくるとお腹が柔らかくなって、ここ破れてきますんでね。なんでお腹が破れてるようなイワシはちょっと刺身にはできませんね。今日のイワシは最高の鮮度、お刺身バッチリです。そしたらまずは頭を落として内臓を取り出していきます。頭はまっすぐでいいです。ズバッとまっすぐ落とします。そしたら次お腹出します。で、お腹出すとき、こう普通の魚みたいにこうやって包丁を入れてお腹に切れ込みを入れるんじゃなくて、ちょっとね、ここら辺からザクッと割っちゃいます。こんな感じ。そしたらそのまま包丁でお腹をかいて、で、この状態になります。そしたら反対側のお腹も包丁でバスッと切る。こうすると切り口がシャープで、とても仕事が早いです。 1,2,3 みたいな感じで、すごく手返しが早いですね。で、なんでここから落とすかというと、イワシのお腹ってこれすごい硬いんですよ。もうここほぼ身がないんですよ、骨ばっか。なのでハラスのところを残したとしても、骨ばっかで食べられないので、だったら割り切ってここから落としちゃおうって感じですね。もう一回いきます。頭落として、押さえて、ここら辺から包丁ザクッと入れます。そしたら書いて、このまま落とすと。こんな感じですね。スピードよくやると、1,2,3,4。こんな感じ。内臓脂肪たっぷりですね。いいイワシです。でもね、もっともっと超えたイワシっているんですよ。もうお腹の中内臓脂肪しかないじゃんっていうやつも稀にいますね。もうそういうイワシは最高です。トロイワシですね。なかなか最近出会わないんですけど、たまーにいますよね。そしたら血合いを取っていきます。カリカリカリと。この作業はめちゃめちゃ大事です。はい、そしたら頭と血合いが取れましたので、3枚におろしていきます。やり方が2種類あって、1つは、まず手開きを利用した三枚おろし。まずそれやっていきます。手開きっていうのは字のごとく、手で開くっていうことなんですけど、どうやってやるかと言いますと、イワシのこのお腹の方ですね。ここに親指入れて、骨の上に親指を通します。こんな感じ。で、こうやってね、開いていくんですよ。ビビビビビッと。こんな感じですね。で、こういう形になったら、尻尾の方から骨をパツッと切って、で、ピロ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 っと骨を剥がしていきます。よっと。はい、これがね、手開き。で、この手開きにすると何がいいかと言いますと、この中骨がね、一緒についてくるんですよね。このお腹のところ、すごいたくさんついてきますよね。なので、骨のない開きができます。で、ここに腹骨がついてきますんで、ここ腹骨をすくと。こっちも腹骨をすくと。で、これで、イワシの手開きですね。開きの状態です。これにパン粉つけて、イワシフライとかしても最高ですね。で、三枚おろしにする場合は、ここ、背びれがついてますんで、背びれ取っちゃいます。
はい、片方外れました。背びれがついてますんで背びれ取っちゃいます。はい、これで手開きからの三枚おろしで、もう一つが普通に大名おろしですね。ビビビビビッと、はい、こんな感じで、こちらも腹骨をすくと、こっちが普通の大名おろし、こっちが手開きからの三枚おろしで、メリットとデメリットから言うと、まず手開きすることのメリットは、先ほど言ったように大名おろしでは取れない骨がいっぱい取れますよね。こっち大名おろしした骨なんですけど、すごく綺麗に骨が抜けてますよね。ただデメリットとしては、途中まで手で開くので少し身がぐちゃぐちゃってなっちゃうのがデメリットですね。で、こちら大名おろしですね。大名おろしのメリットは仕上がりが綺麗っていうのと、あととても仕事が早いです。デメリットとしてはこの中骨が抜けないってことですね。ちょっと骨が気になる方は気になるかなって感じですね。見た目重視だったらこっち、食感重視だったらこっちって感じですかね。まあ、でも僕はね、イワシぐらいの骨だったらあまり気にならないんで、いつも大名おろしでやっちゃいますね。そしたらまだ皮がついてますので、イワシの皮むきをしていきます。僕いつも皮引きって言ったら、尻尾の方からこういう風に入れて打ち引きすることが多いんですけど、マイワシはですね、ちょっと皮のめくり方が特殊でして、尻尾からではなく頭の方から剥くんです。頭の方からじゃないとうまく剥けないんですよね。頭のギリギリここら辺にちょんと切れ込みを作ります。皮1枚残す程度ですね。こんな感じ。そしたら反転させて、ここから皮を剥いていきます。ピロ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 っと、すごい油ですね。こうすると綺麗に剥けるんですよね。この表面の白いバターみたいなの分かりますか。これ全部皮下脂肪、油ですね。これが入梅イワシなんですよ。こいつはめちゃくちゃうまいですよ。もう一度いきます。ちょんと切れ込み入れて、反転させて、めくって、ここまでめくれたら、慎重に慎重にピロピロピロっとめくると。こんな感じですね。次こちら、手開きした方も皮引いていきます。こう入れて、ピロ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 っと。まあ、手開きした方も、こうやってね、綺麗に皮引けば、こっち側見せれば、もう全く仕上がり、遜色ありません。こっちも綺麗にできますんでね。こう入れて、反転させて、で、ここがね、難しいんですよね。このお腹のところ、一気にピャってやっちゃうと、お腹の肉まで皮にひっついちゃうんで、ここゆっくり、丁寧に引いていって、もうここら辺までいったら、ビュッてやってもらって大丈夫です。めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、という感じで、どん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 さばいていきたいと思います。はい、このように三枚おろし皮引きの完成ですね。あとはこれ好みに切ってもらえれば、イワシのお刺身の完成ですね。ほんでね、最近アニサキスよくニュースになってますよね。イワシの刺身を食べてアニサキスに当たっちゃったとか、そういうニュース結構見かけるんですけど、もちろんアニサキスっていうのはそのまま食べちゃって体内に食いつかれちゃうととても痛いんですけど、僕の経験ですよ、これあくまでも僕の経験上、イワシにアニサキスは僕見たことないんですよね。いるとは言われてるんですけど、まあ、いるとしたらお腹のこういうところですね、この肛門のここら辺によく溜まってると思うんですけど、イワシは見たことないな。サバとかスルメイカとかタラとか、ここら辺はねすごく多いんですけどね。なんで、もしアニサキス怖いけどイワシのお刺身食べたいという方は、この状態で一度冷凍します。1日2日ガッチガチに冷凍させます。アニサキスはマイナス20度で24時間以上中心部までしっかり冷凍することによって死滅しますんでね、まあ、家庭用の冷蔵庫はマイナス18度ぐらいが多いので、まあ念のため本当に怖い方は2日間48時間ぐらい冷凍させた方がいいって記事に書いてありますね。そうするとアニサキスは死にます。でも冷凍すると味が落ちちゃうんですよ。絶対に落ちます。やっぱり生のさばきたてのイワシの刺身が一番美味しいのでね、まあ、生のこの状態で食べる方は、まあ、自己責任でお願いします。なんか難しい時代になったなと思いますね。僕イワシの刺身とかね好きでスーパーでよく買うんですけど、もうスーパーで売ってなくなっちゃいましたもんね。なんとかならんもんですかね。こう生のままアニサキスが完璧に殺せる技術とかが出るといいですね。そしたらこちら、このままお刺身にしてもいいんですけど、今日はほんの少し酢で締めてみようかなとも思います。まずボウルに、もうお好みの酢でいいです。僕はね、この千鳥っていう米酢に最近ハマってます。さーっと入れて、で、お砂糖もちょこっと、お塩も一つまみで、混ぜ混ぜと。で、今日はそこにこちらガゴメ昆布のとろろ昆布も入れてみましょうか。とろろ昆布で昆布の旨味もプラスします。なんかうまそうじゃないですか、ただの筋目より。そしたらイワシに先ほど作ったお酢をかけていきます。 できるだけ重ならないように全体につけていくと。はい、これでペーパーをかぶしてしっかりとつけていくと。
これ10分ぐらいで OK ですね。あんまりつけすぎちゃうとカチカチになっちゃいますんでね。今日はレアっぽい感じで食べたいので、このぐらいで OK。じゃあちょっと冷蔵庫入れておきます。そしたら、付け合わせのガリを作っていきましょう。今ね、新生姜が美味しい時期です。で、イワシとこの新生姜っていうのは相性すごくいいので、ぜひやっていきたいです。今日はね、ガリを作っていきたいと思います。そしたらまあ皮剥かなくてもいいんですけど、新生姜は。まあ、気になる方はこうやってスプーンでカリカリとやれば取れますんでね。もう新生姜の皮はめちゃくちゃ薄いですからね。そしたらスライサーでお好みの幅にスライス。はい、こんな感じ。そしたら先ほど擦った新生姜を軽く湯引きしていきます。さあ、あともうどうだろう、10秒ぐらいでいいんじゃないかな。ふわふわふわっとして。こんなもんですね。そしたら冷水にチャポンして粗熱を取る。そしたら今日はこの梅酢で作ってみます。梅酢を入れて、でそこにお砂糖も入れます。結構入れていいかも。このぐらい。で、混ぜ混ぜと。で、お塩も一つまみ。混ぜ混ぜと。うまい。で、ちょっと梅酢が濃いなっていう方は、ちょっとお水入れて薄めてもいいかもしれませんね。そしたらここに、先ほど湯通しした生姜を入れていきます。で、これ冷蔵庫で2時間ほど漬けます。で、漬けたものがこちら。じゃん。梅酢のピンクが生姜に移って、美味しそうなガリが出来上がりました。これをイワシ丼に添えて、油たっぷりのイワシと酸っぱいシャキシャキの手作りガリと一緒に書き込もうかなと思います。さあ、そんなこんなでイワシがいい頃ですね。さあ、どうでしょう。あ、いい感じに浸かってますわ。最高の浸かり具合ですね。バッチリです。ちょっと表面がね、白くなってる感じ。はい、このように酢で締まりました。で、もう一回さっきの話に戻るんですけど、アニサキス、あれは酢で締めたぐらいじゃ死にません。酢は効きませんのでね。お酢っていうと殺菌効果もあるイメージなんですけど、アニサキスは死にませんのでね。安全にお刺身が食べたい場合は冷凍庫で48時間以上冷凍してください。僕もね、影響力がちょっとついてきちゃったんでね、こういうのはしっかり言っておかなあかんのよね。はい、そしたら白米持ってきました。で、今日はあえて酢飯は作らないで白米でいきます。まあ、なんでかというと、イワシも酢で締めましたし、このガリも酸っぱいので、酸っぱい酸っぱい酸っぱいだと、なんかちょっと合わないような気がしますんで、ご飯は普通の白米でいきます。よし、そしたらイワシを切っていきます。で、イワシの切り方なんですけど、骨が気になる方は、そぎ切りですね。そうすると、音聞こえますかね？ジャリジャリジャリって、骨が切れる音しますよね。こういう風に骨を切って盛り付けていくと。で、盛り付けるときは、同じ向き、頭だったら頭、同じ向きで切っていくと。そうすると、盛り付けたとき、とても綺麗ですね。こんな感じですね。そしたら、あとは、こう、切れ込みをザーッと入れて、で、切って、こういう風に盛り付けても綺麗だし、もう一回こっちでバッテンマーク、こういう風に切れ込みを入れて、こう切って折り曲げて、こういう感じに盛り付けても、なんか綺麗ですよね。こんな感じです。まあ、イワシはね、いろんな切り方がありますんでね、楽しいですよね。はい、こんな感じ。そしたら大葉を敷きまして、で、自家製ガリですね。ちょっと自家製ガリ大きいので、少し切りますか。このぐらい。タラもここにどっしゃっと盛り付け。うまそう、めちゃうまそう。そしたらほじそを真ん中にちょっと添えて、食用菊も添えたら、はい、こちら生イワシ丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。そしたらじゃあお醤油をさーっと、もう直掛けでいきます。たっぷりかけて、じゃあここら辺いきますか。たっぷりと豪快に、ちょっとガリもね、乗せて、いただきます。うわ、うめえ。脂の乗りやば。うん、脂が美味しい。このイワシの脂ってね、ほんととろけるんですよね。めちゃくちゃうまい。で、鮮度もいいので全く青臭くありません。で、骨もね、全然気にならん。うまい。これは最高だわ。これ自分で作っといて言うのなんだけど、絶妙すぎ。イワシばっかり食べとるとさすがにくどいなってなってくるん で、そこでこのガリですよね。ガリと一緒に食べるとさっぱり、超うまい。これ最近作った中でもかなりの上位に入ってきますよ、このうまさ。で、ちょっとすだちやなんかも絞ってみるか。チュッとイワシ全体にかけてと。さあ、行きましょう。
すだちいわしガリでいきます。いただきます。うまっ。幸せですね。はい、ということで今日はこちらの生いわし丼ときましたらお飲み物紅茶でいきたいと思います。せーの、でん、ギノネス。今日はフリーでいかせていただきます。今日は休館日、肝臓ちゃんを休める日でございます。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。これは合う。イワシとビールは合うね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今が旬のマイワシを使ってマイワシの丼作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。正直ね、本マグロの丼と満足度変わりません。めちゃくちゃうまかったですね。入梅イワシって言いましたけど、まあ、イワシはね、梅雨時期から秋口ぐらいまでずっと美味しいので、油が乗ってて鮮度がいいイワシが手に入りましたら皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。